はい、今ですね、高坂というサービスエリアに来てるんですけども、デブさんがですねトイレに行っているので、その間にいたずらを一つ仕掛けたいと思います。それはこれ、この超リアルうんこってやつ、これを席に置いてたらどんな反応するのかなって思ったってわけ。じゃあちょっと早速ねやって待ってみたいと思います。まだ来ないよね。大丈夫だ、まだ来ない。こいつが、あいつがねここに来るので、うんこを投下してその反応見ようと。ここでいいかなここでいいかな。いいよね、もしこの辺がいいか犬がやっちてしたことにしよう。犬がパーキングエリアとかサービスエリアって、人がね犬連れてくるから、その犬がうんこしてったことにして、俺はすっとぼけてすまし顔で待ってます。まだ来ないね、ちょっと待ってみましょう。一番リアクション薄かったわ人生の中で。何それ、それ何、これサービスエリアで買った、味噌揚げ、練り物。いいね、上手って何これ。すげえ好きなのよ、タコ揚げって書いてあったの。タコの練り物、すごい食いごたえるこれ。いや、フェラチオがあるな、これ塩貝あるな、これ塩貝これめちゃめちゃ塩貝あるな、これ塩貝って、この太さ、このさ、いやめちゃめちゃあったかいのよ、ちょうど40度ぐらいで、で太くてさ、でちょっと磯臭くて湿ってんのよ、もうチンポやないかこれこれもうチンポやないかこれ仮なしのこれ、女性とデート行った時こうおすすめ、そこ、坂なんだけど、高坂サービスエリアで売ってるぶっとい磯揚げ、これなんでおすすめなので、女の子がこのショット撮れる、この狙ってる女のこのショット撮れる、このこのドベラチオの絵撮れる、このトモ君チンポ触ったことある？いやいや、嘘トピックチンポしゃぶらされそうなことある。お、髪を下ろすとさ、あとちょっと女の子に見えるから、俺が女装して、渋谷の街練り歩いたらナンパされんじゃねえかみたいな、ナンパされたら勝ちみたいな、で1日歩いてたんだけど、まあナンパされなくて、もうちょっとグレード落とせばいいんじゃないかってことで、上野になんか映画館があって、特殊な、そこはもう女装した男と、その女装した男が好きなおっさんがなんか出会う場があるらしいの、あるらしいって話を聞いて、そう映画館がそこだったら、まあナンパじゃないけどモテモテなんじゃないかみたいな、でそうで作家さんとかその相方と一緒に行って、でバッチリもう女装して着替えて、その映画館入って、でもう入ったらもうさ、もうチンポがもういっぱい並んでた、そこかしこで、もう見た、だからもうほんと見た目、ただカツラかぶったおじいちゃんとかが、もうなんかもう何セックスしてんのよ、おっさんととか、もう本当にもうセックスをしていいと思う、セックスとかもう全然そういうのもう無法地帯。何それ、もうピンク映画流れてるんだけど、そのピンク映画のその映画のその明かりで、明かりを頼りに、そのそこかしこで本当女装してる、もうただの おっさんって分かるような、まあ見た目女っぽいけど、でも完全におっさんなのよ、がもうおっさんに囲まれて、もうなんかあーみたいに言ったりして、本当地獄絵図だったんだけど、うわーと思いながら椅子座ったのよ。でもうさ、座った瞬間にさ、もう両隣おっさん座ってきてさ、両隣と前と、座った瞬間チンポがもう入っちゃったもんね、ズンってね、椅子おじさんみたいな、椅子おじさん後ろからも来てさ、手が、太ももとか触られてさ、言っちゃえばさ、もうさ、そこってもうさ、もうめちゃめちゃグレード低いっていうかさ、もう何だっていいぐらいの、もう女の格好してれば何だっていいぐらいのことだから、俺がさ、ただだしね、そう、ただだし、俺
みたいなもんでも、もう相当レベル高かったと思うのよ。そうなの。めちゃめちゃ、うん、もう本当だから出会い系でもう本当深く来ちゃったみたいなレベルよ本当に。言っちゃえば若いだけでも、まあ、若いだけでプラスだし、うん、太ってるっていうのも多分プラスなのかな、もしかしたら、うん、おっぱいとかあるし、うん、そう、うわ冗談巻きたってことでさ、もうもうだから巻いたからゾンビがさ、こうやってゾンビがこうみたいな感じでさでこう来てさ、もう手伸びてきてさ、うん、もう両乳房をまさぐられさでパンツにも手伸びてきてさ、シンコもめちゃめちゃ触られてさ、でキスもしてきてさ、うわーみたいな、これやばいやばいみたいな、そう。でも物理的には気持ちいいからさ、物理的には気持ちいいのやっぱり、両乳首触られてさ、チンコ触られてさ、あ気持ちいいなみたいな、これ 4P だなみたいなおっさんだけどみたいな、まあ そのなんだろう、ケツに入れなければまあいいかみたいな、そう。でその間はその実況で LINE の電話ずっと繋いでて、うん、その相方とか外で待ってる相方にどうみたいな、でその間ずっと俺がカサ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 みたいな大丈夫大丈夫みたいな、カサカサカサみたいな、そんでこうチンコがボロンで伸びてきて、いやさすがにどっか伸びてきたの、さすがにこういやトロトロでチンコがボロンってなってしまったしまったみたいな、いやさすがにちょっと生は無理、せめてゴム、いやー気持ち悪い、でもちょっとさすがに無理で、いやそれ問題じゃねえ、そしたらもう肛門に指が伸びてきて、あもうやばいやばいと思って、うえすいませんすいませんってなって、でもじゃあおちんちんみたいな、でおっさんが俺のチームしゃべろうとしたのよ、いやいや汚い汚い、さすがにゴムあれならいやいやいやみたいな、いやしゃべられるのもしゃべるのもさすがにちょっと粘膜近触りはちょっと知らない人だし、知ってる人なの、マラシもマラシもいいんかい、うん、いやいやってなって、まあもうすいませんって言って出たんだけど、本当でもやばかったね、あれは辛いな、それでもものすごい体験だったね、いやでもおっさんの手で触られるってさ、俺嫌だな、その 4P だとしてもビビーがもうゴツゴツじゃん、まあ、でも女の子の方がいいよ、そう、まあそんな天国もねなかなかないけどさ、という話でした。自分から週3で行ってます。おい行くんかい